こんにちは、ムカチャンネルです。今日紹介しますのは指人形のソフビになります。それがこちら、じゃーん。ティーネージャーミュータント忍者タートルズの指人形に、なります。多分ね、これね、ヤフオクで今回買ったんですけど、新品だと思います。で、メーカーとかはちょっと今の時点ではね、わからないので、説明概要欄の方に、後で記載しようと思いますので、ご覧ください。はい、それではね、開封していきます。ムカチャンネル。はい、こんな感じです。手のひらが描かれている台紙にこんな感じでね、止められております。はい、じゃあ一個一個、まずはじゃあスプリンター先生からいきましょうか。はい、じゃん、ネズミのスプリンター先生になります。亀になったタートルズたち、育て上げた先生、師匠ですね、スプリンター先生になります。こんな感じですね。うん、このね、ドンと構えた師匠っていう感じがいいですね。ここには杖かな、何かこう持ってる感じですね。はい、指人形なので中は空洞なんですけども、少し、きつめかなといった感じですね。はい、ではこちら、レオナルド。タートルズの中ではリーダー役といった存在です。武器は2本の刀が有名ですね。絵ではね、親指に入ってたんですけど、これ多分子供用ですね。大人の親指には入らないです。多分女性でももしかしたら入らないか分かんないですね。はい、結構造形とか塗装はね、うん、綺麗でしっかりと塗られておりますよ。あの、色ハゲとかちょっと手を抜いたような感じは見受けられないかなといったね、感じです。はい、レオナルド。では次、じゃん、こちらラファエロになります。ラファエロは熱血な男といった感じでね、これもしかして色こそ違うものの、多分造形はね同じだと思います。はい、ではこちらドナテロ。機械いじりがねすごい得意で、オタク気質なねところがあるんですよね。はい、ね、武器は棒になります。あ、さっきのラファエロの武器はトンファーになりますね。はい、では最後、はい、こちら私が一番好きなキャラクターで、ミケランジェロです。ムードメーカーのね、陽気な性格ですよね。武器はヌンチャクになっております。はい、以上ですね。全部の指につけるとこんな感じです。スプリンター先生だけも親指の先の部分だけしか入れてないです。はい、他のはね、まあまあ入るかなといった感じで、結構作りもしっかりしてて、ソフビ素材で可愛い感じです。ね、可愛い感じで、指に入れるとまあこんな感じですね。で、大人ってもう指人形を指人形として遊ばないですもんね。飾っとくというような感じになるかなと思うんですね。うん、これなんかこういうのを、今ここにはないな、ガラス瓶とかにね入れて詰めとくっていうのもなんか可愛らしいですよね。はい、こんな感じです。いや、すごいね、ヤフーオークションで買ったんですけど、だいたい1500円ぐらいで、手に入りますので、あとは同じ人かな、同じの結構出品されてるので、ミュータントタートルの指人形とかで検索すると多分出てくるんじゃないかなと思いますので、気になる方はヤフーオークションの方ですね、見てみてください。子供にはねぴったり合うと思います。今の子供はね、ミュータントタートルズを、そこまで深く知らないんじゃないかなと思いますので、結局は大人のコレクショングッズになってくるかな。はい、最後までご視聴ありがとうございます。この動画が面白いと思えた方は、熱い高評価ボタンとチャンネル登録の方をぜひともよろしくお願いします。じゃあね。'Cause I haven't got a clue. Why's it gotta be me? What the hell am I supposed to do?
Tried my best, but nothing turned.